ホルエムヘブとアトゥム神の像。ホルエムヘブは古代エジプト第十八王朝最後のファラオ。名はホルス人は歓喜するのい。アメンホティップ三世の時代から王家に仕えた軍人であり、ツタンカーメンの時代には将軍の地位にあった。紀元前1323年、高齢だった愛の死後、愛が後継者に指名していた軍司令長官のナクトミンを打倒し、彼が即位した。 王女、ムトノメジットを埋め取っていたため、王朝の継続性は維持された。即位後は、軍人出身者を神官に任命し、王朝中期以来ファラオの権力を脅かしていた、アメン神官団を統制下に置くことで、ファラオの権力を回復した。自らを、アメンホテップ三世の後継者として位置づけ、アクエンアテン以降四代の王の存在を抹殺、これら将の業績を、 自らのものとしているが、アマルナ賞を特に悪縁アテンの評判が悪かったためか、当時は特に非難を受けることもなかった。関係が良好であった愛の自責をも抹消している。理由は不明であるが、ナクトミンを徴用したことに対する反感と、三奪者としての汚名から友人であった、彼を守るためと二つの理由が考えられる。アマルナ時代以前の旧制への復帰を図り、優秀な福祉であり、 親友でもある、軍司令官パラメスの補佐を受け腐敗しきっていた、政界、寛解及び軍隊を改革、大きな成果を上げた。統治は厳格なものであったが、民衆からは支持された。即位した時すでに高齢で、子には恵まれなかったため、遺言により、パラメスが、ファラオとして即位した。ホルエムヘブの使用をもって、第十八王朝は終焉したとみなされる。ホルエムヘブは、 王家の谷のキロボルト57に埋葬されている。しかし、キロボルト57母は、洞窟に愛壁画の一部が破壊され、最後の原質まで暴かれてしまっている。入り口から約40メートルの空間の壁画が、偽壁であることは、TBS の古代エジプト3300年の、真実において、同様の構造の、 スタンカー面をおぼきロボルト62の北の壁画の奥などに隠し部屋があるとする説をニコラス・リーブスが説明していた。奥の約60メートルの重要空間を隠すために洞窟に合わないように保護するためである旨を番組で紹介していた。ありがとうございます。